こんばんは。今回ですね、前回タワーがありましたんで、前回タワーの振り返りをしながら、いろいろね、喋っていこうかなと思います。そして、1月1日ということで、明けまして、おめでとうございます。今日はちょっと地震とかもあって、いろいろ大変な日ではありますが、今年もね、頑張っていきましょうということで、そうですね、前回タワーなんですけども、年末はちょっといろいろやることがあって、あんまり白手にだけにかける時間が、そんな多いわけじゃなかったんですけど、一応2800ぐらいまではやりました。なので、一応2桁には入ってるかな。まあ、この後は順位とかね、発表していこうかなと思うんですけども、まあ、そんな感じで、そうですね、白手にの更新の有無なんですけど、ありませんでした。明けおめの文字もなかったですね。ちょっと、ツイッターぐらいは動いてもいいかなとは思うんですけど、特になかった。ですね、なんかまあ新規もまあ正直ないかなとは思ってたんですけど、明けおめの文字のなかったのはちょっと意外でしたね。それぐらいはしてもいいかなと思うんですけど、そういうの更新できなくなっちゃったんかな、そういうなんかプログラム関連のなんだろう人がいなくなっちゃったんかな、ちょっとわかんないですけど、そんな感じで特に白手にからはなかったんですが、白猫本家の方が10周年ということで、なんかそれのなんか予告みたいな感じのものが発表されてたりしてたんですが、白手にも一応白猫シリーズなんですけどね。そんなにスルーしなくてもいいのにって思うんですけど、ちょっと、なんか、扱いの差がすごいなって。一応ゴルフの方だとエクセが出たりとか、まああっちはあっちでおめでたムードではあるんですけど、テニスなんもないからちょっと、なんかね、なんかあればいいなとは思うんですけど、まあコート指定大会が年またぐ時点で、まあないのかなとは思ってたけど、なんもない。ちょっとね、今年ちょっと、いきなりちょっと不安にはなってきました。はい。ということで、そうですね。ちょっと、試合の方を見ていこうかなと思います。このままやってるとちょっと暗くなっちゃうから見ていこうと思うんですけど、この試合はね、すごいやばかった。1ポイント目はなんか反応できなくて、で、2ポイント目はそもそも触れなかった。なんかわかんないけど、反応しなくて触れなくて。で、こっからちゃんと動けるっていう感じなんですけど、ここで交代封印をかけられてしまうと。で、ロブ打ったの忘れて、ここ手前で取ってしまうと。で、これ3点取られた状態からスタートしてしまって、で、今 SSS が溜まってない、かつ交代封印されてるんで、ここで出すしかないと。で、出したらここで春が出てきて改ざんされるということで、見事にコンボを決められましたね。このコンボ結構強いかもしんないですね。なので、まあ諦めて鴻上で行くことにしたわけですが、まあ相手のオスは SS 打ってないんで、スターストームの方が効くんで、このままご了してやろうと感じで、このまま行ってるわけですが、まあそのままね、その、ストームの方を、食らうわけにもいかないので、どうしようかなと相手は考えていると。ただ、とりあえず、オスの方を出してきました。まあ、回り込みながらね、いろいろやってはいるんですが、まあ、さすがに回り込むのもなかなか大変そうで、ここで、はい、取って、はい、スピン取って、取って、はい、後ろ抜いて、で、ここ次ぐらいに多分変えてくるかな。ああ、ここでエンマに変えてきますと。ここで、まあ、溜めてエンマ。まあ、こっちはエンマ潰されてるんで、あっちだけね、エンマでね、押すって感じの計画なんでしょうけど、まあ、見事にはまっている。でこっちもねちょっと飛燕警戒しながら前に出ているっていう感じなんですが、こう決めてね、お残りデュースじゃんっていう感じでいったわけで、でここもねまあ一応 SSS 怖いなと思いながら警戒しながら前に出るわけです。でここであ SSS 溜まったと思ったら後ろ抜かれてちょっと無様に負けてしまいました。ちょっとねエアモードの使い方がちょっとなってないですね。ちゃんと練習しなきゃダメですね。飛ぶ方向をミスるってのは割とあるんですよね。今でもなんか使い慣れた感じはしてたけど、意外とまだまだなぁとちょっと思わされる感じではありましたね。今年もね、ちょっといろいろキャラの使い方とかもね、ちゃんと上達するように頑張っていきたいなとは思いますね。で、ここで桜の方が出てきますと。桜は、そうですね。別にそんな怖くないかな。SS の地縛りだけ気をつけてれば、ちゃんと殴り合えるかなと思います。ここで、前に出たいところではありますが、そうですね。まあ、SS の方もう少しで溜まるんで、それもまあ警戒しながら、とりあえず入れ板を置いて、前に出ていくっていう感じですかね。これ溜まったんで、ログを上げて、まあ、警戒しながらって感じなんですけど、もう来るか、めっちゃ警戒。ここも、来るかってログ上げて、これスピンでこう、こう今打たれてたらワンチャン抜けてたかもしれないけど、この辺で、で、ここで循環来てるんで、まあ、ここは来ないと踏んで、前出て、はい、前出て、エアモールとかも先に入力しといて、ただここで飛んで取って、
かなりね拮抗はしてるんですが、まあ多分この対面はアスラ有利なんじゃないかな。まあ桜川もね、まあ全然足速いから取れるは取れるんだけど、そうですね、 SS ももう少し黙って、で一応来るのは分かってたんで受け止めて、まあでもまあアスラ有利ってわけでもないのかな。ちょっと決め手っていう決め手はあんまないんだけどボレーというかスピンの方で決めていくと。でここでちょっと分が悪いと感じたのかコルネが出てくると。コルネもまあエドラケコルネとかたまにいるんですけど、そういうのじゃなければまあいける方ではあるかな。ちゃんとまあその完成されるとちょっとだるいっすねあのなんかマイポイントギアショー打てるやつ、あれでエドラケをされちゃったらちょっとさすがにきついけど、まあ、そこまでであればまあどうなんだろうな。まあこちらのルグノスのラケットであればまあ一応勝てなくはないかなって感じかな。あとはパラライズの有無とかは結構でかいんで、パラライズ回復が効いてるタイミングで打ってくれると非常にありがたい。こことか5秒間効いてるんで、ここで打ってくれる分には全然いいっていう感じですね。ここでまあギア章を警戒しながら取っていくっていう感じで、まあ基本あっち側のミスマッチですからね、こっち側から何かできることはないんですけど、まあ小黒とか狙ってどうにかミスを誘うっていう感じになるかなと思います。まあ足速いとはいえ取れない球は取れないんで、エアモードもできる限り使えるようにしておくと、まあ、より安定かなとは思いますね。でまあ警戒しながら打っていますが、取ってでここでこっち打って、で小黒狙って決めるって感じで、まあ何とも言えない、完成するまでは多分アスラ有利なんだけど、そっからはちょっとどうかなっていう感じなんで、そうですね、ティアヒョの方でも喋ったんですけど、まあめちゃくちゃ強いキャラってわけではない。まあどっちかというと楽しみ、なんか楽しいとかそっちの方なんで、そうですね、まあかなり人は選ぶかなとは思うんですけど、そうですね。でまあハードの方がまたやってきまして、この間はどうしようかな、ちょっともう一回ハードのこと喋るわけにもいかんので何か喋ろうかなと思うんですけども、そうだな、まあ一応この試合は深夜にやってたんですよ。年明けにやってたんですけど、なんかね正月だけど意外と人いなかったんですよ。いや人自体は多分いるはいるんですけど、そのなんだろう、なんか2000超えとか、まあそのそこそこのレートの人があんまいなくて、まあ特に2600超えてくるってなるとほぼいないかな。3000超えの人もなんか一人ぐらいしかいなかった。同じ人と何回も当たってるって感じで特にいなかったんで正月で人が増えるってことも特になかったのかな。まあむしろ正月は他のことをしてて仕事にやる暇ないっていう人もいそうだから、そっち方面なのかもしれないですね。まあ、どっちの可能性も考えられたんですけど、例えば白猫テニスに関してはそっち方面って感じがしますね。だいたい0時以降にレート動いちゃうから、なんかかそってから動くことになるんですよね。だからそこがちょっと困りどころではあるんですけど、今後はやっぱりそうですね、なんか9時とか9時から11時ぐらいのところが一番人多いから、そこら辺で動いた方がいいような感じはしますね。なんか2時3時ぐらいになってくると本当にいないですね。もう本当に過疎過疎になるので、ちょっとそこをまあそうですね、まあ避けながら今後はやっていくことになるのかなと思いますね。なんかまあみんな多分同じこと考えてるんでしょうね。その2時ぐらいとかもう0時超えると人いなくなるから、あじゃあ潜んなくていいやってのをみんなでやってるから多分過疎るんだと思うんで、そうですね、みんなが行こうかって感じで行けば人いるはずなんで、まあ、人がいないってことは多分同じことを考えるってことですね。なんかその道端歩っててさ、その、その対面に人がいるってなったら、右か左か避けようってなるじゃないですか。で、自分も右に避けようってなってて、で相手も右に避けようってなったら、まあ、こっちから見て右ですねってなったら、どっちもぶつかるじゃないですか。そういう感じで。みんなが合わせちゃうとそうなっちゃうから、そうですね、みんな0時以降もやりませんか、正月なんで。ちょっと人いないの悲しいっす。ちょっとせめてマッチングぐらいはできないと、やっぱ対人として成り立たないから、そこら辺ちょっとお願いしたいですね。ちょっと皆さんでね、白猫テニスやっていきましょう。まあ、サークルももちろん楽しいですけど、タワーの方もねちょっとやっていきましょう。ということで、ここはまあ改ざんかけてるんで鴻上さんでどうにかって感じですかね。まあ SS 打たれても、まあ、全然回避で取れる範囲ではあるので、まあ、ギア章がちょっと怖いところではあるんですけど、
ちゃんと取ってここで、はい、決めていくと。でここでデュースになったんで、デシバリの方が SSS の方でつけられるようになっちゃったので、ここで一旦エンマの方出していくと。エンマ出してボレーとかを打って、はい、これで決めて、でここまあラストぐらいいいかってことで鴻上の方を出しましたと。はい、ということでこれで取って、で絶賛も溜まってるんで打とうとしたけど決まってラッキーという感じで、こんな感じでした。はい、ということで結果はこんな感じでした。じゃあ前回のランキングとか見ていきましょうか。ではでは、じゃあ見ていきましょうか。まずはじゃあそうですね、2桁ボーダーの方から、2桁というかまあランキングボードのボーダーから見ていきましょうか。過去のランキング、とりあえず自分はここの位置で、そうですね、一番下は2704なので、前回2726なので、あー下がっちゃってますね。前回の2726を取っていたら、あ、ここら辺か、88から89の間ぐらいになっていたって感じですね。まあやっぱ正月なんでみんなやってないっていう感じなのかな、そんな感じみたいですね。でレート3000以上となると、ここですね、42人ですね。前回が45人なんで、まあ、ちょっと減っちゃったっていう感じかな。まあ、ただまあ相変わらず上の方の人は、まあ、ちゃんとやってるっていう感じなのかな。3000行く人は普通にすごいと思います。今の環境だとね、ちょっと3000行くのもなかなか大変なんで、まあ、特にその0時以降に動く人ってのは、人かそってからやることになるんで、かなりね、数こなすことになるとは思うので、いやー、そうですね。やっぱりゴールデンタイムの時にやるのが一番いいかなとは思いますね。で、3100となると、なるほどね。20人ということで、3200になると、15人、まあ、こんな感じみたいです。一桁ボーダーは3300乗ったっていう感じが、なるほどね、ここら辺らしいです。そうですね、大晦日でこれってことは正月はもっと落ちたりするのかな。そうですよね、時間があってもその白手に使うとは限らないのでまあそんな感じで、もしかしたら次回も下がってしまうかもしれないんですけど、それもね、あの、白手にの更新にかかってるんですよ、梅さん。明けましておめでとうぐらいくれてもいいんじゃないですか。ちょっと、なんもなしは悲しいんですけど、こんな感じでね、締めようかなと思います。ということで、どうもした。お疲れ様です。